斎藤来たの熱いな。これ将来的にはやっぱり家臣化するのかね。だとしたら最高だぞ。ちょ、武将誰んだろう。まあ、吉達がいて、頑固、ああ、まあ、そうだね。西見の三人衆だっけ。あ、としみっちゃんもいるんだ。いや、ちょ、庭がいるのよくわからないんだよな。小田から寝返ったのかな。ふわ。ふわもそこそこ強いね。あ、大久保いんじゃん。ねえ、忠和に忠沢。へえ、小牧、あ、小牧玄太だ。これが道さんを打ち取るんだよね。ちょっと待ってくださいよ。おいちょっと待ってくださいよ。おい、なんだこの3人。磯野和正、忍者遠藤、そしてなんでおい、あ、おわーいちょっとあの、斎藤さん、今すぐ過信化しましょう。ね。ちょっとやばい、この人材。欲しい。え、しかもさ、ライレンもいたってことでしょ。ライレンにみっちゃんもいたってことでしょ。斎藤の陣容やべえな。そうって考えるとね。あー、なるほど。いや、ちょっと、たまげるほどすごいな。アシナ、伊達連合軍。いや、これ本腰据えてきてっからさ、今のうちにさ、西井館こっち。ねえ、これ。これでしょう。ついてまいれ。で、天球の軍もこれにこうして、富山城攻めしてくれたらありがたいけどね。いや、これでもう打つてないでしょ。越中の方は。そしたらいよいよ、おい待て。風文が来とるぞ。近頃の織田家の事件について詳しい話をおい、聞かせてくれ。信勝、ここで切られるか。かつて兄、信長に背き、伊能の戦いに敗れたものの、母に取りなして命を取り留めた織田信勝。だが、その屈辱は、彼にとって飲み下せるものではなかった。いや、それはさすがに観念しろよ。再起を期し、密かに策を練っていたのだ。いや、でも、ま、一時は当主当主って祭り上げられちゃったわけじゃない。それがあったから、諦めきれないのかね。って考えるとなんかね、小人物な気もするけど、まあでもそんなもんなのかな。時が来たぞ。おい、来てる。勝家、こたびは勝算があるぞ。兄と対立する勢力は、この尾張にも多くある。それらと連携する目処がついた。でもこれ、この時点で、権禄って、信長に振幅してるんじゃなかったっけ。だからなんか、権禄が言って、信勝が切られるとか、そんなだったような気がするけど。信勝様。権禄かっこいいよな、今回な。我らの出番ぞ。はい。こたびこそ、わしが織田家の当主じゃ。うつけの兄なんでは実現できぬ、平穏の終わりを築いてみせる。だ、結局、終わり一国にとどまっちゃってるっていうのがね、まあ、スケールとしてはやっぱ信長に対してちっちゃいよね。信勝が、再起の計画を勝家に披露してから数日後、事態は予想外の展開を迎えた。何？兄上が危篤だと。は、急な病で、息も絶え絶えのご様子。明日をも知れぬ状態とのことで、信勝様と最後に一目お会いしたいと。もう見え見えじゃん、こんなん。あの兄がそれほどの病とは分からぬものよ。だが最後にあれほど憎んでいた私に会いたいとは、人の情も残っていたか。信長は何だと思ってる。おそらく殿は松子のとこで信勝様に織田の家督を継がれるよう言い残すつもりかと思われまする。ほ、悪くない。なんだよこいつ。おう、確かにそうであろう。兄にはまだお子はおらぬからな。私より他に後継ぎはおらぬ。わざわざ兵を挙げなくとも織田の家督が転がり込んでくるとは。よし、清洲城へ赴こう。信勝は家督相続の遺言を期待して病床の信長を見舞うため清洲城へと乗り込み、撃ったー。おい、そして二度と戻ることは、ちょ、四コマ漫画みたいなうちやめろ。あ、いた、続くんだ。呪いものよ。そうですね。見えすいた仮病に引っかかるとは、素直とは言えるが、戦国の世にあっては文字通り命取りよ。血を分けた弟子をお手打ちといたし、何の悔いもございませんか。ないな。
前も申しただろう。俺が見ているのは織田家ではない、天下だ。勝家、ウヌもそれを信じたからこそ、勘十郎の企みを俺に密告したのであろう。信勝様を死に追いやったのは誰でもない、この勝家だ。報いはいずれ受けねばならぬ。いや、受けてんだよな、権六もな。だが、この決断が誤りでなかったことを示すためにも、俺はこれから誠心誠意殿の天下取りを支える。はっ、これよりは柴田勝家、殿の天下取りの先兵として地層いたしまする。かっこいい、亀割っちゃうぜ。聖母のドタ御前が悲しみに暮れたことは言うまでもない。だが信勝の死は意外にも家中にほとんど動揺を生じなかった。もうだからこの時点で誰もが信長の可能性に気づき始めてたんだろうね。信勝の謀反が2度目だったこと、以前より信長の支配が浸透していたことが背景にあったかもしれない。ともあれ、信勝の死は織田家中を結束させ、尾張統一に向け信長を中心とする体制をより強固なものとしたんだった。これでもこうやってやると信行、まあ信勝が全く報われないけど、信勝の息子って結構活躍してるんじゃなかったっけ、織田家中でね。まあそんなイメージあるけど。流言、桃の井義隆、桃の井でもめちゃくちゃ多くなかったっけ。お聞きいただきたし。そうだよね。あーでもなー、このゲーム武将の数すごく大事だからな。いやでもちょっと金ないわ、ごめんライレ。まあ引き続きいきましょう。まあ魚津は全く問題ないで、天宮がこうしてくれれば最高なんだけど、ちょっと厳しいかな。うん、兵力的にちょっと厳しいかもね。まあでも何とでもなるでしょう。さあで、東どうなった、アシナとやり合ってるけど、でこの戦が終わって、まあ、長尾アシナが共に疲弊したらそこを奪い取ろう。いや、天宮来てくんないかな。さあ、魚津城、攻略開始。囲め、攻め立てよ。すごいな、しかし、兵力。我が軍のね、兵力か。何？板垣、ここで死ぬか。致し方なし。板垣！いや、過労一人いなくなるの痛いし。ん？あ、武田信玄入道、ここで信玄になるのか。この頃、武田晴信は突如として出家し、法名を徳永賢でいいの？信玄とした。もとより、諏訪大明神は信仰していたものの、さほど仏教と縁が深くない男だっただけに、出家の理由は必ずしも明らかではない。なんか黒人とかさ、宗教勢力を抑えるためにみたいな話あったよね。長尾景虎との戦いに専念するため、飢饉の解決を願ったため、あるいは後継者の慶喜に守護職を譲るためなど諸説ある。ああそうなんだね。これところで飢饉でいいのこれ。飢餓じゃないもんね。わしもそろそろ四十に近い。仏道とやらに救いを求めても罰は当たらんだろう。御仏を敬う姿勢を見せておけば、戦に明け暮れて民にも見放された父の二の舞にはなるまい。だが出家の後も晴信改め信玄は何ら変わることなく政務を騒乱し、当主として実権を握り続けたのである。まあ、この辺が本当に食えねえやつって感じするよね、信玄ってね。お、さらにイベント、長坂光方改名いるかこれ。いやだ、こういうのぶち込んでくるあたりがさ、いや新生すげえなって感じするよね。武田晴信が出家し、信玄入道と名乗ると、家中には追従して出家する者も現れた。長坂光方もその一人である。それがしも出家することといたしました。号は長関西だっけこれ、だったよね確かね、と申します。おい信玄、シングランになった、ありがとう。さようか、何も出家することはなかったと思うが、ねえ神ね、長坂。出家はいたしましても、武田家のために粉骨砕身、働く心づもりでおります。本当か貴様。うむ、励むがよい。後、信玄の後継者勝頼に禁じし、他の将からねえ神とも呼ばれた長官祭。だが、彼は彼なりの考えで主君に尽くしたのである。
いやまあだからさっきのさ、斎藤家じゃないけど、まあ勢力が没落して、で、そこでっていう話なんだろうね、きっとね。まあ、我ら武田家はそんなことありませんけどね、この世界線の武田は。まあ、問題ないよね。これ、合戦、あ、できるできる。鬼こじこれも合戦多分必要ないな。次の手は何ぞ。必要ないわ。はい、魚津陥落。このまま西ぶっこ抜きますか。新たな目標。いや、ものを指定するでしょ。まあ、このまま富山城参りましょう。うん、引き抜きついてんね、一徳祭。引き抜きならば当てがござる。誰？いかがですかな。さとみ。あれ、さとみうちにいなかったっけ。あれ、さとみうちにいたよね。お前何寝返ってんだって。めえこの野郎。あ、じゃあもう一回。なんだよ。天球裏切られちゃったのか。ねえ、だって桜原城かなんか任せたもんね。あれ、天球。いや、まあしょうがないけどさ。で、これ越中奪ったらさ、越中は天球のものにしようがいいよね、きっとね。で、板垣信方亡くなっちゃったんで、これなんだ、上原城。あ、ここを城主のものにできるってことか。なるほどね。高藤も城主のものにできる。こういうの教えてくれるのありがたいな。あ、本当に今回かゆいところに手が届くみたいなさ、そういうゲーム設計になってるよね。片付けなし。すごく遊びやすい、申請って。片付けな。さあ、富山城攻略9600、なかなかいるね。兵糧大丈夫か。あー、まだでもだいぶ弱いね。包囲中、合戦になってくれたら回線。あ、二継ぎがここでなくなった。二継ぎはあの、てん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 っていうの入らないんだね。あ、違うわ。死んでないわ。病に侵されただけだった。で、豊洋。愚心があります。頼むぞ。誰を豊洋してくれるのか。里見をしたか、早く引き抜かないかな。ね。本当にさ。なんてやつだ、あいつ。まあ、らしいっちゃらしいけどね。さあ、強行してる。米がな、信玄の米が怪しいよな。これ、信玄さ、一度魚津に乗せとけば、米なんとかなるかな。米って、恥をさらしもう引き抜き失敗。おい、里見失敗したぞ。これ人力でなんとかならんかな。あー、引き抜ける武将いないか。そうか、残念。これは今強化。ああ、越後の将棋がいるのか。兵糧法は大丈夫か。我が部を五郎よし、さすがは民部。敵将が来る。お、討ち取った。誰た。寺島が討ち死にか。よかった。越後の将棋じゃなくてよかった。この城富山城陥落。おぶに敵将おばくん、はい、取り押さえて、ドン。沼田秋康、神保、神保。神保あたり来そうだな。あ、沼田も来たわ。おお、神保断ったぞ。なかなかの気骨の死。まあ、解放しましょう。放つだと。何を考えておる。いや、何も考えたです。別にいらないなっていうことを考えただけです。富山城、まあ、ここはね、天球に任せましょう。で、多分もう兵糧が苦しいんで、ここはもう騎乗でいいでしょう。長尾としてももうなすべないんじゃないかな。で、富山城はまあ天球の軍に編成しましょう。で、この軍はもう全部帰ってるんだよね。勘助も腰兵糧1日だもんな。まあ帰ってしかるべきでしょう。で、そしたら結局芦名伊達の長尾攻めはなんだ、この虫食い状態は微妙に失敗に終わったのか。まあ、ちょっと落ち着こう。一旦騎乗して落ち着いてまた出るとしましょう。まあ、信玄の隊が帰ってくるからね。これが帰ってきたら、まあ、いよいよ北条城攻めということにしますか。利官の計。
これさ、罹患の刑でもって、そう、アシナと伊達を仲違いさせたいんだよね。物申します。いや、これは無論承認でしょう。金がうん、天気動いた。まあでもそれはさすがに行くよな。増山城攻めてますね。まあこれで長尾は終わりですね。越中側はね、あとはこちら側ですね。これ越後になるのかな。越後側、治療不要、治療不要は出続けるんだよな常に。さあ頑張れ天気。まあ問題はなかろうて。さあ辻ヶ崎方整いましたね。じゃあ改めまして、出ますか、長尾にとどめを刺しに。これより城を攻め、攻めます。参りましょう。これ佐渡島めんどくさいよね。あ、よし、ふわ。あ、これ罹患の刑で援軍とか出さなくなんだね。それは、いや、そしたらさ、北条の軍を出すかね。今こそ時ぞだよね。だ、北条家の援軍を菅川城に向けます。頼みましたぞ氏康殿。しかし信玄だったら政治をしなくちゃいけないのに、どんどん登場してんだけど、これ大丈夫かね。本来ならば今日に行きたいぐらいなんだけど、いやもう今日近辺今川が抑えちゃってんだよな。今川が抑えちゃってっから桶狭間も期待できないだろうしさ。いやこれ本当に大丈夫かな、この後どうなるんだろう。で引き抜きがついてるね。誰ぞ。お耳に入れた、本庄重長。おい、つえー武勇統率知略すげえ強い。いやこれは無論お任せを。ねえ任せます。うん、さらに動いてる。また伊達が、あー動いてるんだね。で芦名が動いたっていうのは北条が動いたからね。いやこれはでもきつそうだな。ねえ結構、お取ったり、誰を取った、山吉豊盛っていうのかな、が内地に。まあまあまあ有名どころじゃなくてよかったと言っておきましょう。増山は問題ないね。落城、さすがは天球、お見事。生け捕りとしたぞ。生け捕りとしてドン宇佐美欲しい。お断り。いやですよね。そうか、まあ解放で。後で食いても遅いぞ。いやでも首切ったら今食いちゃうからさ、そこはねよしとしましょう。スイッターチ、お出奔した者がいる。なんと神保本庄重長、聞いてくだされ、出奔したか、任せあれと寝返り。お聞き入れくだ、神保まあ言っとこう。いやいよいよ落日の長尾家ですね。桶狭間起きないぞこれね、起きない感じだよね。重長豊王に応じる気があるぞ。はい、つえー、いらっしゃい、使いしよう、してください。これこの攻撃で一気に長尾葬りされるな、きっと。これすごいな、19000。アシナ結構いるんだね、そうやって見ると。これバカ正直に北条城でいいのかな。ちょ、美濃は国峰からここ出る土地を、城は落とさねばな、国峰。 あ、そっか、ここ叔父上と一徳祭なんだ。いいね、真田の援助たちで。さらに内藤マステオも土地をへ。さあ信玄来たね。じゃあ一斉に出ますか、北条城。北条城を攻めるならば直進する以外の手がある。はい、でもここは最短案でいいんじゃないかな。ね、問題ないよね。で
林城余力が残ってるんで、これを与板へ、もう一気火災に攻め立てよう。与板、あでもどうなんだろう、この辺って温存しといて第一波が引いたら第二波として出すっていうのもありだよね、きっとね。そうしようかな。さあ長尾苦しいぞ。この恥、あ注いで見せる。負けた負けた。あそっか、それと神前でもって北条の神前上げとかないとね、ちゃんとね。さあガンガン行きましょう。城を攻めよう。あ長になりますな。欲しい欲しいぞ。あ合戦艦だったね。合戦しますか。合戦するとイフー吹くかな。あーイフーなしか。イフーなしだったら別にいいね、このまんまで。妻木広殿を発見したが仕方ない、断る。深くだな。いや登用してくれ、内藤買いたい。いや大丈夫、全体おいし、そういうことですよね。飾ったの、打ち取った。見事なり往生せよ。本庄実より討ち死に。いや結構、お飛びかと、結構討ち死ぬね。さあ北条城は全くもっと問題ないでしょう。さあホラガイになってるぞ、攻める準備は。あ地区隊来てるね。さあどうする長尾、川中島なんてなかったんや。城攻めを始めなさい。さあ城攻めさらに開始。いやもうニッチもサッチもでしょう。勘助何にやられた。でここもう余裕があるんで、民部と逃げ団長の隊はこちらが土地に向けよう。城を落としてみせる。もうこっちはね、待って、まずいまずいまずい。あれなんでこんな苦しくなってんだ。これ合戦ダメだよね、やっちゃね。あや、いややらんでいいや、これ待てよ。いや民部たち、えなんでこんなちょっと待って、なんでこんな苦しくなってんだ。いや真剣、あそうなんだ。これ多分強行かなんかで盛大に兵減らしたんだろうな。強行被害もでかいもんね。いや砥石温存しててよかったな。もはやあまりー。さあ行くぞ。ぞ直江か月だ。よしよいた制圧。あここも軍団なんだ、なるほど。で地区が兵力図60人地、じゃあこれを北条城に向けてしまえばいいでしょう。多分北条城もこのまま落ちるよね。だったら北条、ん？あもう長尾の領土佐渡だけだ、沢田城。朝倉が言ってんだけど、なんだこれ。おい見つけてしまったぞ。いやまあここは我らも行きましょう。城を落とすぞ。で朝倉ね、朝倉どうする、従属しないかな、ワンチャンするじゃん。家を守るため致し方なし。そんな簡単に従属するんだね。へえ、織田も従属せんか。これ隣接したら従属するんじゃね、織田も。西に動けなくなっちゃったこれで。そっか、いやまあでもね、これさ、でも従属勢力って外交を働きかけて援軍として使えるんだよね。だからこれを使って攻撃すればいいのかな。五カメ賜りも、まあ斎藤はこのままでいいでしょう。飼い殺して、この城は我らが長になりますこれ落ちるかな。よし土地を陥落。うん、新軍団必要だね。
田村貴明。田村ってやっぱあの田村だよね。71歳。秘伝にはまあいらっしゃいませ。いやこれでもね、北の軍誰に任せるか、新しい軍団の軍団長ね、なんとなく目処はつけてるんですよ。出奔した者がいる。これはまあ騎乗でいいでしょう。で寝返り士官誰ぞ。お聞きいただき長尾則影。やり遂げてみせましょう。これ本当に聞いてあれね、色部勝つ。あ、色部強いよね。力を尽くしましょうぞと里見をしたか。あります。帰ってこいな。これ川中島起きないけど、まあまあまあ仕方ないか。仕方ないよね。義高とように応じる。帰ってこい。我が主のため力を尽くす。お前こないだもそんなこと言ってなかったか、うちに来た時にな。覚えとるぞ。色部来た。使えるとするか。いやここで武将増えまくるのありがたいね。長尾のりかげも来た。これより中勤に励みます。そしたらまあ治療、いや違うな、まず軍団を編成しましょう。軍団長はね、ロンコンポッションじゃない、考えてあるんですよ。無論ですが、あ、前線にいないか、山形正影軍団長として最適でしょう。あれ源四郎ここか、小諸城か。いやでも兄を差し置いてって話になっちゃうかな。いやまあでも源四郎でしょう。だから源四郎を与いたなり土地に置いて、で軍団を作ればいいね。今まだこれん朝倉義景を見え、なんぞよろしいですか。援軍まあまあ承諾しよう。これ援軍出せっていうのかな。でも朝倉が攻められてたのって今川からだから、いやこれ今川織田滅ぼすぞ。さあ北条城なかなか落ちんて、これ兵糧大丈夫か。お、元服してばっかに変わる武将誰ぞ。犬飼久友。まあいらっしゃい。これ大官に任じなきゃな。小畑虎森が病を得たと。北条城陥落。よし、あとはサッだけだね。捕獲で我が手に落ちてドン。おお、いっぱい来た。まあ、いっぱい来たって別に来るわけじゃないんだけど、長野なりまさ。あ、関東関連殿もいるぞ。古代かな。小木崎来た。ごめん、誰が来たん。誰が。お断りだ。あ、そうっすか。誰来た。あ、それは、なりまさ入ってねえ。まあ、解放で恩に切るぞ。来てください。柿崎、小笠原、安田かな。小笠原の右はあと2人分からんな。そう、長尾家を見かける尻尾。はい、まあここは騎乗でいいでしょう。寝返り士官いっぱい来たね。士官井出浦殿。恩情をつかまつる。井出浦殿来ちゃったよ。武勇80、強いね。お任せ。じゃあ井出浦と寝返り士官。沼田助光、あ、これもなかなか優秀なんじゃない。そうだよね、すごく優秀だよね。いや、ありがたい。やってみせまする。さらに樋口兼豊。お耳に入れたきことが。樋口兼豊という言葉だ。これそのうちその息子も来るんじゃない、愛の男がね。そしてさらに柴田茂家、あ、これもなかなか強いんじゃない。自信があります。だよね、強いよね。必ず成し遂げます。やっぱ長尾の連中武勇に優れてるな、みんな。で山形正影はまだ出てるのか。これを移動させたいんだよね。これ沢田城35日じゃ落ちないよな。攻略目標にして臨戦態勢整えよう。時が来たわ。でもう一発北条に芦名攻めさせたいな。今はこっち来られるとちょっとややこしいからね。ちゃんと整えてないからさ。だからもう一発北条と交渉し、援軍を
菅側に向けます。構わぬ、進めよ。お願いします。進んでください。では参りましょう。井出浦殿、豊に応じる。来てくだされ。貴殿を主と仰ぎましょう。仰いでくれ。あ、え、そっか、代官か。沼田も来る。貴殿にわしを扱えば。いいね、樋口兼豊来る。いや、息子が強え。あ、兼豊ってこんな強いんだ。お使いくりゃれ。そしてさらに柴田茂家ね、来てくれい。長になります来ないかな。そしたら代官とか任命しないとダメだな。武将がすごく増えたな。さあ制圧中、この辺全くもって整えたいけど、まあ今はとりあえずいいよね。北条の動きによって、あー伊達の援軍また来始めたね。いやでも北条もすごい軍動かしてくれてるぞこれ。ちょっと、え、これ本当に援軍だけかな。北条、そうだよね、北条そのものが動いてるよね。二つ家子がなくなった。さようなら。敵勢、タン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 っていうあの演出入らないんだね。悲しいわ。あ、違う、これも援軍だ。ちょ、北条こんなに出してくれんの、ありがたい、極めてありがたい。